あら、ミーコ早いわね。何やってんの？あ、ママおはよう。何それ？もう言ったでしょ、今日はマリちゃんやタッペイくんたちと海に行くって。これはお弁当。これな、みんなでね、いろいろお弁当持ち寄って分けっこしようって決めたの。言ってくれれば作ってあげたのに。いいのいいの、ママ夕べ残業で遅かったじゃない。できたっと。それじゃあ行ってきます。気をつけてね。はい。大人になったわね、ミイコも。そうでもないか。ほら、タッペイの引き番だぜ。あー、ババかよ、また俺のわけか。ねえねえ、お弁当持ってきた？マリちゃんは？私、五目いなりと太巻き。すげえ、おいしそう。マリちゃん、ママが作ったんでしょ。明日って手伝ったわよ。タッパに詰めて、ナッキー来るんで。それ料理って言わない。いいでしょ、どうだって。あのね、私カップケーキ焼いてきたの。おお。俺サンドイッチ作ってきたんだ。やるじゃん、ケンタ。アンヤの息子をなめるなよっての。俺は飲み物係だからよ。重いの重くないのって。みんな結構豪華なお弁当だな。ミーコは？私のはおにぎりだから。見せて見せて。これ本当に食いもんか？何よ、失礼ね。おにぎりって難しいんだから。もう。そうよ、失礼よ。自分で作ったんでしょ、偉いじゃないね。タッペイ君には食べさせないもんね。ビーって。ただいまより切符を拝見させていただきます。あ、切符どこだっけ？あれ、私も、確かバッグの中に。あった！切符ぐらいちゃんと持ってるよな。はいはーい！私切符係やる！切符係？私がみんなの切符、まとめて持ってってあげる！まとめて出せば、改札出るとき早いでしょ？張り切ってるな。お前、大丈夫か？大丈夫大丈夫！私に任せなさい！どうすなよ。着いた着いた。うん、塩のいい香り。私ちょっとトイレ。私も。浜辺着いたら一番で泳いじゃうもんね。遅いな、ミーコ。具合でも悪いのかな。あ、来た来た。切符係、早く。切符ないと出られないぞ。ミーコ？切符がどうかした？切符全部落としちゃった。ここに。トイレの中。拾えなかったのか。もう流れてた。どうすんのよ。改札出られないじゃないのよ。ごめん。まあまあ、切符代払い直さなきゃダメかしら。私駅員さんに話してくる。ミーコ、なんで？おい！定期の期限5日も前に過ぎてるじゃないか。え、そうですか？そうですかじゃない。日付隠して持ち上がって。ちょっと駅長室まで。ったく、何か？切符トイレに。俺が話すから
お前は流しちゃったトイレ行って待ってろな。うん。他の人が使わねえように早く。みーこ、行こ。どこ？このトイレ。あ、切符を流しちゃったんだって？はい、ここです。すみません。あんたたち、分かったからもう出なさい。え、いいんですか？本当に？便器の端っこに1枚だけ落ちとったよ。これは確かに東京からだし、それより何よりあんたの顔を見れば嘘じゃないって分かるよ。まったく気の毒にな。喉カラカラ。あ、私かき氷買ってくる。これでさっきのメイを挽回しなくちゃ。おっとっとっと、おいおい、大丈夫か？落とすんじゃねえぞ。したんだよ。あの本当にごめんなさい。いいからいいから。こんなところにサーフボード転がしとく方が悪いんだよな。ごめんなさい。これで新しいかき氷買えよ。でもいいから。あのどうもすみません。なんか今日すごく疲れねえか？そうね。とにかくさ、そろそろ飯にしようぜ。そうね。はい、どうぞ。おお、うまそう。私も。おい、気をつけろよ。さすがタッペ。おお、気をつけろって言っただろ。これ見た目は悪いけど味はいける。いいよ、無理して食べなくても。誰か食べなきゃおにぎりがかわいそうじゃんか。あ、たっぺくんなんだかんだってみーこのばっかり食べてる。いやー、いつも食べるサンドイッチより数段うめえや。あれ、私だけ一人ちょっと